こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、東京メトロ丸の内線の、後楽園駅です。後楽園駅から徒歩9分になります。今日の物件は、ロフト付きのワンルームです。2部屋ルームツアーいたします。2部屋とも、ロフトが広いのが特徴です。そして、この家がすごく気になってしまいます。庭もあって、雰囲気がある家です。気になる家の横の道を入っていきます。あ、物件に到着しました。あれです。安定のオートロック仕様になります。やはり窓が多い、特徴的な外観です。一部屋目は、22.22 平米のワンルームになります。こちらの部屋になります。では、入ってみましょう。玄関狭いです。4足並べたら、いっぱいになりそうです。そしてすぐ階段があって、つまずきそうになりました。またもや螺旋階段です。最近螺旋階段物件が本当に多いです。では、上へ行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。階段部分にある窓が大きくて、明るくていいのですが、ここは、ロールスクリーンが一部しかないので、カーテン揃えるのが大変そうです。ロフト付き物件は、天井高くていいですね。ここに下駄箱がありました。先ほどは気がつかなかったです。ここから履く靴を出して下まで持っていくということですね。その隣は収納です。ワンルームで収納があるのはありがたいですね。ここに洗濯機置き場があります。棚などはありませんが、スペースがあるので、隣に何か置けそうですね。キッチンは、二口コンロになります。あまり広くはないですが、一応料理はできそうです。
本当に窓が多くて風通しが良さそうです。洗面、トイレ、浴室です。トイレは温水洗浄機能付き便座です。洗面はコンパクトでシンプルなタイプです。奥は浴室です。窓があるので明るい浴室です。換気もバッチリです。さらに浴室乾燥機がついていますね。それでは、ロフトへ上がってみます。おお、めちゃくちゃ広い。ロフトの広さは、約 5.4 畳あるので、寝るのには十分なスペースです。しかもロフトの限界の高さまであるので、狭さはあまり感じません。ロフトから見下ろす螺旋階段が見事です。上から見ると形が綺麗でいいですね。ここに窓があるのはありがたいのですが、床からの高さがないのであまり乗り出してしまうと転落の危険があります。それでは、次の部屋に行きます。次の部屋は、21.52 平米のワンルームです。階段を上ります。またまた大腿四頭筋が鍛えられます。こちらの部屋になります。おお、玄関の広さは、先ほどの部屋と同じくらいです。玄関から5段上がって、室内です。先ほどの部屋と比べると、少しコンパクトに感じます。なんと、こんなところに下駄箱があります。キッチンの隣に下駄箱とは、ちょっと微妙な感じです。キッチンは、先ほどと同じ仕様になりますね。こちらクローゼットになります。しかも奥行きがかなりあるので、収納力はありますね。
次は、水回りです。トイレ、洗面、洗濯機置き場、浴室です。トイレは、温水洗浄機能付き便座です。洗濯機置き場は、奥にあるので、洗濯機の設置がややしにくそうです。洗面は、やはりコンパクトでシンプルなデザインですが、こちらは、下部に収納があるタイプです。ここの浴室も大きな窓と、浴室乾燥機がありますね。浴室に大きな窓があるのは、湿気対策などにもいいので、本当にありがたいです。ロフトへ上がってみます。先ほどの部屋ほどではないですが、こちらのロフトも結構広いです。そして、なんとロフトが2箇所に分かれています。珍しいですね。でもロフトよりこちらの梁の方に目が行ってしまいました。絶対ここ、渡りたくなりますよね。怪獣の漫画で、こんな鉄骨を渡る場面ありましたよね。それを思い出してしまいました。こっちのロフトも十分寝れますね。窓もあるのが嬉しいです。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節よどを発表します。今回の、苦節よどは、4、です。3と迷いましたが、螺旋階段と、広いロフトと、あの梁が珍しいので、4、としました。今回の物件、立地も良く、広いロフト付き、設備も充実していて、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。